さて、続きやっていくぞ。おっと、今週も惑星トリトンですか。うむ、前回トリトニアンデスワームを作った勢いもあってな。その後あれこれ、試しているというわけよ。なんだか真面目に設計してたんですね。まあ、これだけじゃないんじゃけど課題がかなり出たからな。いや、なんですかこの可愛さって。ああ、いやまあ、結局のところ実用性が低そうなんだけど、これらの課題を解決するための、実験用車両を作成しているところよ。実験用車両？そうじゃ。複雑な採掘トンネル内をスムーズに進むためのベストな形状を模索していてな。一旦、形にして検証してみたのがこの、シングルグリッド地中潜航開発テストマシン、その名も、エッグボール1号じゃ。卵ボール？いやいやエッグボールじゃ。また妙なマシンを。こいつはすごいマシンじゃぞ。とてもそうは見えませんが。動かしてみないとこいつの凄さはわからんからな。どれどれ。あ、走った。妙なホイールの配置をしていますね。この配置が開発テストたる所以なんじゃよ。どうなんだろ。まあまあ、実用できるかのテストじゃから。これでどうじゃ。え、うわわわわ。え、ふふ、どうじゃ。このエッグボール号はじゃな、上下左右にホイールを配置することで、全体の姿勢がどのような状態でも走行できる構造を採用しているのじゃ。全体内部の基本構造はご覧の通り。は？6ブロック幅の水素タンクを中心に、上下左右は対称な作りになっていてじゃな、四隅にホイールを抱き合わせ配置しておる。水素タンクはラージコンテナとサイズが同じなので乾燥することもできそうですね。でもこれだと全体ごと転がっちゃいません？いや、これは転がることを前提とした作りなんじゃよ。は？地中を掘って進む場合、どっちが上になるかなんて、掘ったトンネルの形状次第じゃからな。むしろ転がって移動できるくらいの、気軽さが大事だと悟ったわけよ。悟るほど深く考えてなさそうですが。実際に掘ってみればわかるが、この4方向のホイールのおかげで、接触や掘削方向をあまり恐れずに掘り進むことが可能なんじゃ。ほんとかな。前回は早送りじゃったが、今回は地中採掘の様子をそのままの時間でお届けするぞ。あ、この全体、スラスターはついてますけど、飛ぶわけじゃないんですね。そうじゃな。前後の推進はちょっと強いけど、側面は落下速度を軽減するくらいの推力しかないぞ。確かに落っこちてもダメージがほとんどないですね。じゃろ。あくまでも目的は飛ぶことではなく、地中を這うことが目的じゃからな。地上に出る際も、斜めに掘ってホイールで這い出ることが大事なんじゃ。飛行型だと、水力が足りなかったり、壁にぶつかることを気にしちゃうし、意外と面倒なんですよね。そうなんじゃ。このエッグボール号は地中との親和性という、ボッチならではの発想によって生まれた天体構造をしていると言ってもいいじゃろう。よくねえよ。まあ、このように地中での方向転換は、全体前後幅の短縮によって、飛べないくせにやたら自由に掘れる構造をしているというわけよ。あ、もうすぐ地上に出れそうです。斜面になっても、というか、どっちを向いてても、ホイールとスラスターを駆使すれば途半可能じゃし、このマシンはひっくり返るという概念がないから、どんな姿勢でも目標に向かって掘れるというわけよ。やっと出れそう。なんか冬眠から覚めた虫みたいですね。うむ、なんか挙動がおぼつかなくていいじゃろ。むむ、意外と地上に出るのが難しいな。ああ、そこまで出てこれたならいくらでも手段はあってじゃな。ぶっちゃけた話、転がって出てもいいんじゃぞ。え、あ、こうかな。ふ、出れました。な、かわいいじゃろ。そういう話？まあそんなわけでこのエッグボールは、地中でも活動できそうなくらいコロコロ転がれるマシンなんじゃ。コロコロコロ。コロコロ。転がれるマシンなんて、地中以外でも活動は可能じゃ。活動というか、斜面を転がり落ちてますけど。内部に仕込んだスラスターとホイールが働いて、慣性制御を入れていればダメージはほとんど受けないぞ。でも博士、これだと積載容量も少ないし、いくら地中を走破できるとは言っても、ちょっと動くための氷と水素を集めることくらいしか、役に立たなくないですか？おせっかちなやつじゃのう。なんだよおせっかちって。だから言ったじゃろう。こいつはあくまでも構造を検証するための、検証機じゃ。は？
壊れにくくて姿勢を問わないコンパクトな構造。大型タンクやスラスターを内包しても問題ない容量。これが1両であれば容量不足じゃが、こいつを使ってあいつを作れば、最強じゃろうが。あいつ？ご覧いただこう。これが、惑星トリトンに生息するトリトニアンデスワームの幼体。トリトニアンミニワームじゃ。どういう設定だよ。まだこれは試験走行の段階じゃが、ラージグリッドだった母親に比べて、スモールグリッドで構築し直しておるぞ。あいつ母親だったのかよ。連結した船体構成は先ほど紹介した試験車両が元になっておる。その数12両。そのためスモールグリッドであるものの、母親と同等の長さを誇るが、ご覧の通り洞窟内にも安定して侵入が可能じゃ。だから母親っておかしいだろ。スモールグリッドにしたのは重量増加を抑えてダメージリスクを抑えたことと、掘ったトンネルの形状に自由に追従するためじゃな。車両構成は最後尾以外は水素タンク、末尾2両はコンテナになっており、掘った氷を24基の酸素水素発生機で同時に処理して、さらに24基の水素エンジンで発電しておるのじゃ。なので、そこに氷がある限り活動できるのが特徴じゃな。惑星トリトンなら氷がいっぱいありますしね。氷以外の鉱石を食べちゃうと船体が重くなってお腹を壊しちゃうので、氷以外は各所コネッターから自動的に吐き出しちゃうようになっておる。飼育上の注意点としてよく覚えておくんじゃ。だからなんだよその設定。まあ、見てもらえばわかるように、戦闘車両はよりデザインがアイスワームっぽくなったけど、ご覧のように、強大な連結車両を土台として、器用に先端のドリルを触れるんじゃ。今回連結に回転軸を加えて自由度が上がっているので、どんな姿勢でも好きな方向に採掘が可能じゃ。全体をひねっちゃうと、各所で接触事故が起きそうですけど。そのためのエッグボール全体よ。すべての台車がホイールで保護されている上に、各高校のスラスターを内包したことによる前進力。結果、逆さまになっても進行方向を変更可能な高さと動き。これがトリトニアンミニワーム、惑星トリトンが生んだ大自然の奇跡じゃ。いやそれは違うんですけど。だからこの編集やめろ。いいじゃろ。ちなみにこの戦闘車両なんじゃけど。はかなり自由に動くけれど、姿勢の維持が難しいんじゃ。ああ、動かしてもすぐ頭が下がっちゃうから操縦には確かに気を使いますね。この辺はヒンジにブレーキングトルクを入れたりタレット化するとか。調整要素がまだ結構残ってたりするんじゃよな。確かにそうですね。まあ、今回の試作で可愛さはかなり上がったから、デザインはお気に入りだったりするんじゃけどな。穴から顔を出してくきーって、いいじゃろ？うん、コメントしにくいな。見ろ、デスワームの幼虫が地上に姿を現すなんて、なかなか見れない映像じゃぞ。動物系ドキュメンタリーの見すぎじゃないですかね。ニョロニョロ。博士も動きも微妙にキモいんだよな。なんというかまだ出来たてなので、機能や動きには少々改良の余地はあってじゃな。操作設定やおまけ機能の設定などはまだだから、細かい技術的な部分はショート動画や今後の動画で上げていこうかと思う。なのでブループリントの公開は来週くらいになりそうかな。映像も夜間で見にくいですしね。今週はエッグボール1号の出来がちょっと面白くて、そっちの検証に時間を使っちゃったんじゃよな。本末転倒ですね。まあまあ、あれも研究じゃから。要は遊んでたってことじゃないですか。都合が悪くなると泣かせるのやめろ。ゲームは遊ぶものじゃろ。まあそうなんですけど。とにかくしばらく走行テストや機能追加などを行って、もう一回くらい動画化はすると思うので、よろしくね。だから調子に乗るなって。